はい、皆さんこんばんは、ねえねえまいです。今回も冒険を続けていきましょう。とりあえず7700ゴールドを貯めてきました。うん、いやまあそれ自体も動画にしようかとも考えてはいたんですけど、さすがに前回の件もあってちょっと危ういなと思いまして、個人的にやってきました。これで何ができるかというと、ああまあその結果レベル2上がりました。7700ゴールドあれば魔法の鎧が買えます。でまあついでに、くさび片びら売ろうか。さてどうしよう。行けるところ3か所ある。雨雲の杖取りに行くか、ドラゴン倒しに行くか、下の薪にちょっと向かってみるか。問題があって、まあドラゴンにまあ手も足も出なかったので、で雨雲の杖に関しても下の方行くと敵強くなったんだよね。で魔法の鎧の効果として歩くと回復するっていう効果があるので、今57まで減りました。次の戦闘までちょっと見ててくださいと。64回復したね。だから長期戦に関してはちょっと強くなったんで、雨雲の杖がいいか。いやゴールドマンあんま美味しくないな。下の薪どこあるんだろう。いやゴールドマンが硬い。ナメプしてたら負けんなこれ。巻きなさそうだな。なんかゴーレムがなんたらっていう話も聞いてたのにな。じゃあ仕方ない、レベル13になった時覚えた呪文を使って。こっちの宿屋の方が安いんだよね確か。3ゴールドぐらいで回復してくれたはず。長期戦向けなので、あのダンジョンとか探索しながら行けるぐらいの。雨雲の杖取りに行くか。武器も今買える中では一番いいものになっているので、まあ強いて言うなれば薬草欲しいかな。火力上がったことによってギラ使わなくてよくなったから、ホイミだけに集中できるっていうのがいい点ではあるんですけど、MP もちょっと大事にしたいのでですね。
戦闘中に使わないといけなくなるかもしれないので、薬草は買おう。ちなみに牛の鱗って何に使うのかよく分かってないんだけど、何回でも使えるって書いてるのがちょい気になるな。何に使うんだ。どこだったかな、こっちじゃないっぽいね。あった。デミーラ。一回は確か探索したはず。ただ道は覚えてないという。この辺は大丈夫だな。問題は下に降りてからだ。いやまあレベル上がったばっかだから結構攻撃力に関しても高くなってくる。ああ避けられた。魔法だと結構食らうな。やっぱけどこれ普通に探索してても回復してくれるんでしょ、ほっといたら。レミーラの効果切れたぞ。鍵足りるかな。だった。
と正解引いたか、正解引いたか、これヘルゴーストああなんだ倒せた。ねえだろう、そうだそうだ、この辺からちょっと強くなり始めるんだ。ラリホー、危ないなぁ。ドロル名義。ヘルゴーストだったら一撃で倒せるからいいね。ああ、いや、違う。こっから出てきたんだ、前回は。ほら。だから。どっかこの辺で死んだんだったよな。死霊の騎士だ。そう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 。15食らうよ、まだ。大丈夫か、これ。72と120って。あ、宝箱を開けてるからこの辺まで来たんだな。だとするとだ。どこに向かえば正解なのかわかんないぞ、これ。58と110。あ、やばい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 、これやばい。危なねえ、起きなかったらひたすら寝続ける。こんー、分からん。これで9。
回復量は少ないのか、その感じだと。こっから出てきたんだよな。うわ、わかんないわかんない、どうしよう。いや、どっから降りても同じ感がすげえ。うわ、これちょっと持ってきてた方が良かったかもな。ここ行き止まりね。倒せはするけど、もうちょいレベル欲しいぞ。いや、わかんないなぁ。ほぼほぼ全部探索した感すらある。上行くとあれだもんね、宝箱だもんね。松明がなぁ。思ったより重要だったな、これ。松明買っとけばよかった。思ったより MP 消費するぞ。あれ？ 装備品だった。あれ？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  たぶんこれ、外れのルート引いたな。外れのルート引いてる。いけないもん。薬の歯があんな。やりほう。お、さらに下に続いた。出たな、出たな、これ。あれ？違った。あれ？なんで？いや、雨雲の杖じゃないの。
リレミと、銀の盾ごとは確か、マイラガライラじゃないや、どこだっけ、あっち側じゃなかったっけ、橋の向こうの巻じゃなかったっけ。ここじゃなかったかな。ルトが残した剣があるはずじゃ。ああ、しまった。メルキドの巻ってどこあんの。あれ、銀の盾ごとって何に使うんだ。何も変わんない。やば、鍵一本しかない。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。動画概要欄から
続きが見たい方は動画概要欄から次のページをめくるを選択してください。これまでの冒険を振り返りたい方は冒険の書を読み返すを選択してください。そこら辺ちょっと曖昧だな。ご視聴ありがとうございました。